はい、もう下北町探索、はい、まだまだ続きますということでね、これ第2弾でいいんですか、これ探索第2弾、編集も似合えば第2弾で、あ、なるほど、わかりました、はい、ですね、とりあえず町探索ということでね、はい、次なるお店に来てみました、はい、45レボリューション、かっこいい名前ですね、でこれはなんとですね、僕がやってもう古くからの友達の隼人というね、はい、男がやってるお店でございます、はい、飛び込んでみましょう。飛び込み行きましょう。はい。どうも。あ、こんにちは。どうも、隼人さん。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、突然。はい。というか、ネタを明かすと、実は、はい、最近、ここに来たんですけど、はい、BGM の音がガンガンあって、撮ったんですけど、全く、もうこの喋りが聞こえないっていうことで、はい、今回はちょっとね、隼人さんにお願いして、ボリューム下げてもらって、はい、来ました。今日はなかなかいい売れ行きがあったんですよね。いやでもね、やっぱあれよね、ほら家にこもる人が多いからネットショッピングとかするもんね、やっぱりね、店頭で売れるとやっぱちょっとありがたくて、いやいや、それはそうだよね、わざわざお店に来てくれる、今ライブハウスも知らけどさ、わざわざお店に来てくれる人っていうのはね、本当大事にしたいですね、面と向かって喋れるしね、というわけでこのお店45レボリューション、はい、何年目ですか、この間4月で、丸15年で今16年目、ちょっとこの場所でですか、この場所は、もう9年かな、はあ、前は西口で狭い入り口で6年やって、うん、更新の時に入ってた、もう前のお店のイメージ忘れちゃってたそうだよね、15年のこれじゃないもんね、3分の1ですよ、そうだよね、いやでも T シャツとバッジとこういうやっぱこれパンクグッズなりさ、パンクだけじゃないけどこれパッチとかバッジとかね、いろいろ売ってそれを15年やっぱやれてるっていうのはすごいよね、ありがとうございます、ね、やっぱりちゃんと信頼を勝ち取った上でっていうかねやっぱあと隼人自分でもバンドやってるからっていうのもあるよね、はい、それはまあそうです、絶対あるよね、ちゃんともうバンドのクレジットもちゃんと載せるから大丈夫もちろん出すから、ね、どうしようか、やっぱだからほら現場にもちゃんとライブハウスにも行ってるしっていう人もやっぱり肌感覚って絶対あるもんね、お二人の出会いは どのくらいからなんですか、そしたらバンドで出会いですか、高橋さんの DJ に無理やり俺がもう入れてもらったっていう形でなんだっけ、でもあ DJ もやってるんですか、そう、はい、だね、もともとね DJ のつながりだったのね、はい、昔そうそうね、サーちゃんとデストロにねイベントあって、そういうイベントがあって、で隼人は DJ やってて、俺も DJ 呼んでもらったりとか、うん、俺がやってるクラッシュのイベントで、隼人が、まあ、もともとクラッシュがすごい好きだっていうので、もうクラッシュ好きな人はもう悪い人はいないって思ってるんで、もう絶対、もう、マブダチになれるなと思って、もちろんなって、でね、いろいろクラブクラッシュっていうイベントをやってね、隼人 DJ やってもらって、俺も DJ やってね、いろんなとこ行ったよね、大阪行ったりとかね、京都行ったりとか。なるほど、で大阪行った時にね、隼人、はい、と一緒にクラブクラッシュでやった時にね、本人来たもんね、ジョーストラマーね、本人びっくりしたよね、ジョーストラマーってことですか、そう本人ジョーストラマー、あでも言ってましたね、その噂のなんかフライヤーを配って、そうそうそう、それを渡したんですよね、そうそう、本人はでも本当にリスペクトしてるイベントだから来てください、疲れてなかったら行くよって言ったら本当に来たからね、最初みんな信じてなかったもん俺らもフラにもちろんいて、はい、ジョーストラマーさん来ましたと思って、そうと思って本当に来ちゃって、そうで、だから本当にもう隼人と俺ジョーストラマーと写ってる写真とかもあるし、多分ここにちゃんともういろいろ修正して加工して出そうと思っちゃったけど、いやそれもすごいよね、だってね、ジョーとこうやって3人一つの写真に写ってるからね、失礼しましたね、そういやこれね俺ですら経験のない経験してんの、失礼しましたね、2人で並んで証明してすごい、もうそれ返してね、すごいジェラシーなんだけどね、何勝手にツレーションしてんだよと思ってまあぐらいちょっとフレンドリーだったんだよね、へー、そうだからそれがもうだってもうそれですらもうじえっ俺知り合いだったよ、20年ぐらい前、そうだじゃないですか、多分ね2003年ぐらい、18年前か、18年前、もうあそりゃね、ちょうどツレーションもすごいね、だってその時ミッシェル・エイファーズとか見に行かなったけど、みんなで行きましたね、行ったよね、スタジオホール、そうだよね、すごくないわ、私ミッシェル・エイファーズ見に行って、はい、それで次の日かなんかジョーストラマに会ってるんですよね、ライブ見なかった、大阪の
あとね、俺はね、多分見たと思うんだよね。あ、違う、ジョーのライブのため、俺たち間に合わなかったんだ。そうそう、自分のイベントがあったんだ。なんかわかんないけど、とにかくライブ、そう、大阪のライブは間に合わなかったんだ。そう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 。まあ、それぐらいね、濃い付き合いしたね。そんなことしょっちゅう会ったりするわけじゃないんだけど、やっぱりいつまでもね、まだ年はね、そこそこ離れてはいるんだけど、なんかやっぱりね、大事な友達ですよ、本当に。うんうん、今ね、同じ下北沢で。浩二さんがまさか下北沢で働くことになると。まあやね、下北沢近くしました、ね、俺もびっくりしたけどね。いやでもね、なんかこうやってせっかくね、近くにいるから、なんかね、もうちょっと落ち着いたらね、こう45レボリューション企画とか Q でやってくれたらね、がっつりサービスしてやるから、ね、がっつりぜひその説ははい、お願いいたしますね。でなんかとりあえずあとはまあお店の情報とかね、多分出すので、はい、皆さんもう、あとあれですよ、これほら、下北で Q でライブする人とかね、まあどこでもいいんですけど、ライブする人で衣装に困ったらここですよ、ここ。そうですね、いろいろ結構ありましたね、T シャツ、うん、だってもうめちゃくちゃこれパンク、基本的にはパンクのものが多いけど、もちろんパンクだけじゃなくて、いろんなジャンルの T シャツある、うん、ね。ここ気になったもん、このトレーナー。何これ、これはまずいよ、これ。これはまずいこれ、これブラックキャッツの、しかもこれオリジナルですね、これは。メジャーだよね。メジャーデビューした時ぐらいやってた。だってビクターのロゴも入って、クリームソーダが出て、この長さがもう時代を物語ってます。手長かったもんね。S なのに、あの袖は L みたいなね。これが時代感じさせるんだから、まあ、こういうのもね。だから要するにもうマニアから、マニアじゃない人まで、かっこいい T シャツ探してる人からキャップもあるしね。うん。キャップもあるし、パッチもあるし、でもステッカーとか見て、これステッカーもいっぱい、ほらステッカーね、でステッカーとかバッチとかね、たま、あのすぐ反応しちゃう世代だ、だこういうの嬉しいね。あとなんか僕思ったのは、この秒、この個別で売られてるこの秒ベルト用っていうか、なんていうか秒ジャン用というか、そうそう、これすごいですね。これあればね、やっぱこれ買って打つ人いるもんね、簡単にね。先発ってこと、これがね、俺も自分のカージに打ったことあるんだけど、うん、まあ綺麗に打てないのよ。ちゃんと慣れてないと、もうアトランダムにパンパンパンで打つんだったらいいんだけど、あ、サスペリアのバッチじゃんこれ。これすごいね。こんなのあるの？オフィシャルですね、これ。これオフィシャル？はい。買ってく。これ本当はこんなね、あの、もうちょっと、ちょっと今日はちょっとほら自分の予算的に、本当にちょっとバッチを買わせてもらおうかなと思ったんだけど。サスペ、こういうのもあるということで、サスペリアのバッジですよ。すごい。いやーすごい。とりあえずね、本当私が興奮してしまいましたが、20年25年とやってくれると思いますので、はい、ぜひぜひ45レボリューション、はやと、はい、社長もどうもよろしくお願いします。お願いします。はい。お願いします。お待ちしてます。はい、お待ちしてます。はい